斉藤元彦兵庫県知事のパワハラ疑惑と維新の会の関与、その真相をご存知ですか。今回の動画では兵庫県政に激震をもたらした斉藤知事のパワハラ疑惑を深掘りし、維新の会の行動とその背後に隠された真実に迫ります。まず元県民局長が告発したパワハラの詳細とその証言が百条委員会でどのように扱われたのかを見ていきます。さらに告発者が急逝した直後に巻き起こった混乱とその死に対する維新の会の対応についても詳しく解説します。百条委員会では維新の会の議員たちがどのように行動し、どのように自己弁護を行ったのか、そしてその行動が県民の信頼をどれほど損ねたのかを検証します。特に内部文書のリーク事件がどのように進行し、どのような影響を与えたのかに注目してください。この動画では兵庫県政の裏側で何が起こっているのか、斉藤知事と維新の会の関与がどれほど深いのかを具体的な事実とともにお伝えします。視聴者の皆さんにはこの一連の問題がどのように展開し、今後どのような影響を及ぼすのかを理解していただける内容となっています。最後までご覧いただき、兵庫県政の現状を一緒に考えてみましょう。それでは斉藤元彦知事のパワハラ疑惑と兵庫県当局の調査妨害についてから始めましょう。兵庫県知事斉藤元彦氏の周りに浮かび上がる数々の問題が注目されています。特に斉藤知事のパワハラ疑惑とそれに対する県当局の調査妨害が話題となっています。この件が明るみに出たのは元県職員が告発した内容が発端でした。告発者は元県民局長で、その証言が重要な鍵を握っていました。しかし残念なことにこの元県民局長は証人として出席する前に急逝しました。県議会では特別委員会が設立され、調査が進められることになりました。ところが調査の過程で県当局と維新の会の動きが注目されることになります。特にアンケート調査の対象人数が当初の7000人から9700人に拡大されるなど、調査の規模が大きくなったことが議論を呼びました。このアンケートは県職員に対して斉藤知事に関する情報を提供するよう求めるものでしたが、その実施方法には問題がありました。アンケートの回答者に対して個人情報の保護が徹底されないことが懸念され、これが県当局による調査妨害とみなされました。調査を行う側がアンケートの内容が誰からのものであるかを把握できる仕組みが疑問視されました。このような状況では職員が自由に意見を述べることが難しくなり、真実を明らかにすることが妨げられる可能性が高いと指摘されています。斉藤知事のパワハラ疑惑については、具体的な内容が次々と明らかになっています。ワインをお狙いする発言や職員に対する圧力などが報告されており、これらが公然と議論されるようになりました。この中で斉藤知事の人柄やリーダーシップに対する疑問が広がっています。特にパワハラ行為が職員の健康や働き方にどのような影響を与えているのかについて多くの関心が寄せられています。兵庫県庁内部での混乱もこの問題を一層複雑にしています。調査の進行を妨害する動きがある一方で、真相解明を求める声も強まっています。県議会の委員会は調査の透明性を確保し、公正な判断を下すことが求められています。しかし現実には調査の過程で様々な障害が発生し、真実にたどり着くことが難しい状況にあります。このように斉藤知事のパワハラ疑惑と県当局の調査妨害は兵庫県政に大きな影響を与えています。斉藤知事のリーダーシップが試される中で、県議会と県当局の対応がどのように展開するのか、今後の動向が注目されています。次は維新の会の対応と内部文書のリークについてです。斉藤知事の問題をめぐって維新の会がどのように対応しているのかが焦点となっています。維新の会は斉藤知事を擁護する立場をとっており、その行動が多くの疑念を呼んでいます。特に問題視されているのは内部文書のリーク事件です。これは
県議会の理事会で議論された内容が外部に漏洩し、週刊誌などで報道されたというものです。このリークによって、維新の会の対応がさらに注目を浴びることになりました。理事会での議論の一部が外部に漏れたことは、維新の会にとって大きな痛手となりました。理事会の資料は、斉藤知事の疑惑に関する重要な情報を含んでおり、その内容が公にされることで、維新の会の立場が厳しくなることは避けられません。この資料には、斉藤知事のパワハラ疑惑に関連する複数の問題が含まれており、維新の会としてはこの情報を隠蔽したかったとみられています。維新の会の議員たちは、このリークに対して激しく反発し、週刊誌の報道を偏向報道と非難しました。彼らは、報道内容が事実を歪曲していると主張し、自分たちの正当性を強調しました。しかし、このような主張がかえって世間の疑念を深める結果となり、維新の会の信頼性に対する疑問が増大しました。また、維新の会の議員がプライバシーに関わる資料の開示を求めたことも問題となりました。これは、告発者のプライバシーを侵害する行為とみなされ、多くの批判を招きました。維新の会は、調査の透明性を確保するために必要な措置だと説明しましたが、この説明が納得できるものではなかったため、さらに非難の的となりました。維新の会の内部では、この一連の問題に対する対応が統一されていないことも明らかになりました。議員たちの間で意見が分かれ、対応策が定まらないまま時間が過ぎていく状況が続いています。この内部の混乱が、外部に対する対応の不一致を生み、さらに信頼性を損なう結果となっています。内部文書のリークは、維新の会の信頼性に大きな打撃を与えました。この問題に対する対応が適切でなかったため、維新の会はますます窮地に立たされることになりました。理事会の資料が外部に漏洩したこと自体が、組織としての管理能力に疑問を投げかけています。このような状況下で、維新の会がどのように立ち直るのか、またどのような対応を取るのかが注目されています。内部文書のリークとその後の対応をめぐる問題は、維新の会の信頼性と組織の一貫性に対する重大な試練となっています。これまでの対応が不十分であったため、今後の展開次第ではさらなる批判を招くことになるでしょう。この問題がどのように収束するのか、今後の動向が注視されています。次は元県民局長の死と維新の会の関与についてです。兵庫県の元県民局長の突然の死は、多くの人々に衝撃を与えました。この事件は斉藤知事のパワハラ疑惑と密接に関係しており、維新の会の関与が取り沙汰されています。特に、元県民局長が亡くなる直前に県議会議員と話をしていたという情報が波紋を呼びました。この電話の相手が誰であったのか、その内容は何だったのかが議論の中心となっています。維新の会の議員たちは、この疑惑に対して一斉に否定のコメントを発表しました。彼らは元県民局長との個人的な接触を一切否定し、電話番号すら知らなかったと主張しました。しかし、このような否定がかえって疑念を深める結果となり、多くの人々は本当に接触がなかったのか疑問を抱くようになりました。元県民局長の死は、その直前に行われた告発と密接に関連しています。彼は斉藤知事のパワハラ行為を告発する文書を作成し、その内容が広く報道されました。この告発が原因で、元県民局長は多大なプレッシャーを受けていたとされています。彼の死が単なる偶然ではなく、このプレッシャーによるものだと考える人々が増えています。さらに、元県民局長の死後、維新の会の議員たちが彼のプライバシーに関わる情報の開示を求めたことが問題視されました。これは告発者のプライバシーを侵害する行為であり、彼の死に対する尊重が欠けていると批判されました。維新の会は、これを調査の一環として必要な措置だと説明しましたが、多くの人々はこの説明に納得していません。元県民局長の死は、彼が告発した内容の真実性を証明するための重要な証拠とみなされています。彼が亡くなる前に残した告発文書には、斉藤知事の具体的なパワハラ行為や、それに対する証拠が詳細に記されています。
これに対して維新の会はその内容を否定し、元県民局長の信頼性を疑問視する発言を繰り返しています。維新の会の対応は元県民局長の死後も一貫して強硬であり、彼の告発内容を否定する姿勢を崩していません。この強硬な態度がかえって維新の会の信頼性を低下させていると言えます。多くの人々が彼らの対応に対して批判的な視線を向けており、真実が隠されているのではないかという疑念が広がっています。元県民局長の死は兵庫県政における大きな転機となりました。彼の告発がどれほどの影響を与えるのか、維新の会がどのように対応していくのか、これからの動向が注目されています。この事件を通じて政治の世界での権力の使い方や人々の声がどのように反映されるのかが問われています。元県民局長の死が何を意味するのか、その真相が明らかになる日は来るのでしょうか。最後は百条委員会の目的と維新の会の行動に対する批判についてです。百条委員会の設立は斉藤知事のパワハラ疑惑とそれに関連する一連の問題を徹底的に調査するためのものでした。しかし委員会の目的が次第に歪められ、維新の会の自己防衛と利害関係の争いに巻き込まれていく様子が見受けられます。百条委員会は県政の透明性を確保し、真実を明らかにするために重要な役割を果たすべきです。しかし現実には維新の会の行動がその本来の目的を損ねていると批判されています。維新の会の議員たちは百条委員会の場で自分たちの正当性を主張し、斉藤知事を擁護する発言を繰り返しました。これが委員会の焦点をぼやけさせ、調査の進行を妨げる結果となっています。特に問題視されるのは、維新の会が自身の議員を守るために百条委員会の目的を自己弁護の場に変えてしまったことです。これにより本来の調査が滞り、県民の信頼を裏切る形となっています。自民党の委員からも百条委員会の目的を見失った発言に対する厳しい指摘がありました。彼らは個人的な誹謗中傷や自己弁護の場として百条委員会を利用するべきではないと強調しました。この指摘は多くの県民に共感を呼び、維新の会に対する批判が一層強まる結果となりました。委員会は本来斉藤知事の行動や県政の問題点を明らかにし、再発防止策を提言する場であるべきです。さらに維新の会の議員たちは調査の過程で明らかにされたプライバシー情報を盾に自己防衛に努めました。これは告発者や関係者のプライバシーを侵害する行為であり、調査の透明性を損なうものです。維新の会はこれを正当化しようとしましたが、多くの人々はこの行動を非難し、真相解明の妨げになると感じています。百条委員会の議論が混乱を極める中で、維新の会の議員たちは一貫して強硬な態度を崩さず、自分たちの立場を守ることに終始しました。このような態度が県民の不信感を増幅させ、委員会の信頼性を揺るがしています。調査の進行を妨げる行動が続く限り、百条委員会の本来の目的が達成されることは難しいでしょう。維新の会の行動に対する批判は単に個々の議員に対するものだけでなく、組織全体の姿勢に対するものでもあります。県民の声を無視し、自己保身に走る姿勢が露呈したことにより、維新の会は大きなダメージを受けました。百条委員会の目的を達成するためには、維新の会が真摯に向き合い、公正な調査を進める必要があります。このように百条委員会の目的と維新の会の行動に対する批判は兵庫県政における大きな課題となっています。委員会が本来の目的を取り戻し、県民の信頼を回復するためには、維新の会を含む全ての関係者が真実に向き合うことが求められています。以上で斉藤知事のパワハラ疑惑と維新の会の関与に関する一連の問題をお伝えしました。この問題は兵庫県政の透明性や信頼性を大きく揺るがしています。皆さんはどう感じましたか？斉藤知事の行動や維新の会の対応についてご意見やご感想をぜひコメント欄でお聞かせください。視聴いただいた内容が
今後の県政に対する理解や関心を深める一助になれば幸いです。この問題はまだ終わりではなく、今後の動向も注視する必要があります。皆さんの貴重なコメントがさらなる議論を呼び起こし、問題の解決に向けた一歩となるかもしれません。またこの動画が少しでも役に立った、興味深かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。今後も皆さんにとって有益な情報や最新のニュースをお届けする予定ですので、通知ベルをオンにしてお待ちください。今回の動画で取り上げた問題についてもっと知りたいことや、他に取り上げてほしいテーマがありましたら、遠慮なくコメントで教えてください。皆さんのフィードバックをもとに、より充実した内容を提供できるよう努めてまいります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でもお会いできることを楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。